じゃあ今日の御言葉は旧約聖書の民数記9章15節より23まで読みます。開きました。どうぞ。幕屋を建てた日、雲は起きての幕屋である幕屋を覆った。夕方になるとそれは幕屋の上にあって、朝まで燃える火のように見えた。いつもこのようであって、雲は幕屋を覆い、夜は燃える火のように見えた。この雲が天幕を離れて昇ると、それとともにイスラエルの人々は旅立ち、雲が一つの場所にとどまるとそこに宿営した。イスラエルの人々は主の命令によって旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。雲が長い日数幕屋の上にとどまり続けることがあっても、イスラエルの人々は主の言いつけを守り、旅立つことはしなかった。雲が幕屋の上にわずかな日数しかとどまらないこともあったが、その時も彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までしかとどまらず、朝になって雲が昇ると彼らは旅立った。昼であれ夜であれ、雲が昇れば彼らは旅立った。2日であっても1ヶ月でも何日でも、雲が幕屋の上にとどまり続ける間、イスラエルの人々はそこにとどまり、旅立つことをしなかった。そして雲が昇れば彼らは旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通してなされた主の命令に従い、主の言いつけ、つどめを守った。アメン。祈ります。今も生きておられる、そして我々が行くべき道を主の聖霊によって示されながら共にしてくださる神よ、あなたの皆がイエスであることを信じ、あなたの皆、イエスの皆以外には天下の人間を名乗るすべての者どもに命の救いを得る神の名は他には今も後も永遠にないということを我々は告白し、あなただけを認め、あなただけに従い、あなただけに頼って、あなただけによってこれから永遠なる命のある人生を生きていくために信仰によってこの場に近づいておりますので、必ず約束の中で報いをいただける信仰生活ちゃんとできますように、一人一人を助けてください。今日も主の御名によって語られる言葉に信仰によってアーメンアーメンと受け付け、その主の約束された言葉の中に含まれた命や祝福をまずはこの世で、後には神の国で永遠に楽しむことができる信仰を実際に助けてください。主イエスの御名でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。ああ、神様が小さい、見えない、見えないのが信仰の、見えないから我々が信仰によって神に近づかないといけない、ことになりますが、いざ神が見えたら説教をする必要がない。まず、なんで説教しなくても一人一人が神の栄光を見たら、その姿を地下に見たら、もちろん死んでしまうから実際見えないようにされるけれども、いざ見えるんだったらもう進められて信仰を持つとか、進められて神の名を呼ぶとか、これはもうそんな必要はない話なの。その素晴らしさや圧倒される権威や力にちょっと触れるだけでもみんな、となります、降参せざるを得なくなります。降参せざる、罪の身のまま主の本当の姿を見るとみんな即死してしまいますから、信仰のないうちに死なせないために、まず見えないのにして、見えないようにして、それから信仰を持って近づくように長い間待っていてくださり、
それから救いに至るようにされたのは、これも神の恵みなの。罪人のまま神の顔を見たら即死してしまうよ。アーメンですか？即死を免れ、長い神の愛と忍耐の中で待っていてくださり、陸の重い罪から逃れ出て神に立ち返る日々を待っていてくださる、これこそが恵みであり、そのために神ご自身を覆い隠して我々の肉の目には見えないようにされたこと自体が憐れみであり、神の恵みであり、愛であり、祝福であります。アーメン。問題はだからといって神様がいらっしゃらないと思って、神の御名を、神の技を、約束を、命令を軽んじることがいかに我々に損することであるかを皆さんは今日はっきりとさせるべきなの。なぜ神の御名を軽んじ、神によって生きる信仰を、生活をいい加減にするのが損することであるか、あるいは危ないことだ、これ深刻なことだとか、なぜそうなのか、今日の聖書ははっきりそれを説明しています。皆さん、じゃあまず神様に感謝しましょう。神様、憐れみの中で私の不信仰待っていてくださり、我慢してくださり、あなたの姿が見えないようにしてくださって感謝します。何、神の姿が見えないから感謝すべきだと今説明したからです。見えたらどうなるから、見えないのが感謝だ。見えたら即死してしまうの。あんたのような罪深い人間が、お前のような罪深い人間が、神に罪を持ったまま神の姿を、本当の姿を見たらもう即死してしまうの。二度三度チャンスがないの、命は。アメン。だから我々を即死させないために、救いを得ない時に、まだ救いを得てないのに即死させないために、神様がご自分を我々に隠して見えないようにされたことが恵みだってことが、矛盾のように見えるけども、これ悟るべきですよ。アーメン。聖書にはそういう話がたくさん出てます。信仰なしに近づかないのが、神を見ようとしないのが、恵みですよ、逆に。だから、霊的な力がないのに、霊的な信仰の成長がないのに、神の技をたくさん見ようとするのは、霊的にはいいことじゃないの。なんでエネルギーを使ってしまうから、それだけ。アーメンですか？信仰がないときは本当は見えないのがいいの。神様が1000年王国の様子を、風景を私に見せて終わったときに、じーっとして私は見とれていたら、あんまり長く見るなと、もうこの辺でやめなさいと言われたことがある。なんで？あんまりたくさん見とれていると今の力を全部通す、どうなる、今の力が溜まってる力まで尽きてしまうと損する、危なくなる、逆に。だからあることだけ聞いていたならば、見たならば、ずっと見とれていて今ある力を使うより、あることが確認できたならば、これ以上見ないのが力を使わなくてもいい。せっかく貯めた力を全部使い果たさなくてもいいから、それが安全だと。ずっとその世界を見ていたら、罪人のまま今ある力まで全部尽きてしまうと逆に危なくなる。霊的な世界の法則は知れば知るほど本当に神秘なの。神秘。だから神が見えないのが今の段階では恵みだと。ただ見ないで信じる人は自分に得なの、幸いなの。ハレルヤ。いちいち見てから、信仰はないくせに、霊の力はないくせに、いちいち見てからじゃないと信じようとしない人は、いちいち体力、霊的な力をちっとあってから放電しながら見ることになるから、確認することになるから、強くなる暇がないのも。分かりやすく言うとよ、こういうことあんまりたくさんいたら困るでしょ。とにかくこういうのがあるんですから、
見ないうちに信じるのが幸いだけども、見えないから、私言いたいのは皆さんに、見えないからといって軽んじちゃいけないと、おろそかにしちゃ、いい加減にしちゃいけないということ。見えなくとも見えても関係なく、主はいつも共におられ、いつも皆さんと私を見ておられ、見た通り聞いた通り、あと時間が経ったらまた報いておられるの、さばいてしまいます。アメンです。そう、この間もパプテスマにいた時に、ミラン執事が映像で撮った、映像で撮ったら、撮った映像の動画の中にパプテスマを授けるところに光が差してまして、光が共に動いていたのを動いて、3本4本の光が我々を覆い隠して、これはいつもある話なの。たまたまその時目を見えるにしてくださっただけなの。これが見える時だけ主が共にし、これが見えない時には主が共にされないという意味ではありませんよ。イエス様が世に来られて奇跡を行う時に、なんで奇跡を行ったのか、弟子たちが信じるため。何も見えないとそれも信じないから、ところどころで印を伴うしておられるのは弟子たちが信じるため。イエス様が天に昇られた以来の昇った後にも、弟子たちが聖霊によって出ていて御言葉を伝える時に、主の霊が共に働いて印が伴ったの。それは伝える御言葉がもっと力つけられて、もっとはっきりと御言葉が伝わっていくためであります。でもっと弱い人々がたくさん信じるために、イエス様がおられる時にも、イエス様が天に昇ってた後にも印が伴うようになった。パプテスマの時に印が伴う、光の印が伴ったのは、皆さんの信仰がしょっちゅう見たいと思わないで、ただ一回でもこういう印があれば、皆さんが本当に神の存在を、働きを忘れないで、常に信仰に励むためにこういう印をちょこっとこう味見させてもらった。味見させてもらっただけで、本来はそれ以上のすごい神の力がいつも働いています。信じますか？アメン。うん、だからこういうのを見るときだけ涙ボロボロ流したらハレルヤーと感動しないで、いつもイエスの皆を信じる自分の信仰をいつも感動すべきなの。アメンですか？アメン。見えなくても見える以上にいつも感動し、神を拝み、恐れかしこみながら信仰生活を優先にする信仰をすれば、見えなくても見てからやる人より、見えなくてもそういうようにすれば、もっと霊的に力を消耗しないで強くなれるということ。いちいち見てから確認してから信仰を進めるとすれば、ある力を使いながら、だから使いながら成長の、進み方が鈍いの、鈍くなる。でも見えないうちに頑張ればもっと信仰が伸び伸びと成長します。ハレルヤ、アメン。こういう法則は全部適用されてるから、だからこれを皆さんの父の日常の信仰生活にそのまま取り入れないと損するの。ある人は取り入れると得するの。同じ日々同じ教会信仰生活をしていても、ある人は伸び伸びと成長するであれば、ある人は鈍い人がいる、ある人は脱落する人も出てくる。じゃあ、今日の聖書の本文で読んだあれので幕や神の御言葉の箱を、収めておいた幕やの上に神の雲の柱や火の柱がとどまる時には、イスラエル民族は約2、300万人のイスラエル民族、これぐらいだくて2、300万人だよ。日本には2、300万人が、一箇所にとどまる、集まってとどまる場所がないでしょ。だからあれのじゃないといけなかった。あれのはもう広々としていて、2、300万人も一箇所にとどまることができる場所があって、神のコリン材の幕屋の上に
神の御臨在を象徴する雲の柱、天使たち、天使、神の、これは神様じゃない。雲の柱、火の柱といえば、人々はこれは神様だと思う。いや、神の御臨在のあるところにはいつも天使たちが共に従うの。天使たちが移動したり、そこに臨在したりするときに、伴う印が雲であり、火であり、風であり。ハレルヤ。アメン。そう。雲であり、火であり、風であり、こういうものが見えたり伴ったりすると、その中に神の御臨在が見えなくてもあるということなの。神は霊だから、目に見えない方なの。イエス・キリストが体を持ってこの地球上に来た時だけ見える神だったの。それ以外は神は霊であり、今も聖霊は目に見えないの。ただ聖霊が見えない神が共に御臨在を下る時はそれに従える。天使たちの働きがあるの。その天使たちの働きが雲や風や炎などで現れるんだってこと。アーメンできます。ああ、雲や風や炎などは天使たちの働きをの現れだから、それが伴うところには天使たちは神の命令を受けて神の民や子供を守ったり助けたり導くために我々に来て仕えてくれる霊なの。アーメン。だからそこには神の分かりくると助けがあり保護があり守りがあるの、導きがあるんだということなの。神の雲の柱、火の柱が幕屋の上にとどまっているときな、イスラエル民族は幕屋を離れたり、その御臨在の場所から離れたり、勝手に旅立つことはなかったということ。なんでよ。あれので、神の助け、保護、導き、御臨在なしに旅立つことは何を意味するの？アレノの特徴は、アレノの特徴は、襲ってくる攻撃するものから言うと、蛇とサソリがいる。蛇とサソリがいるところ。蛇にもサソリにも噛まれたら命取られる。こういうとこなの。アレノは、今、アレノ、今我々生きるこの世の象徴的な場所として聖書に捉えられた場所なの。あれのは今人が生きるこの世なの。アメンですか。あれので神の御臨在、助け保護導きなしに勝手にどっかでも旅立ったら、まず蛇やサソリに襲われるんだ、噛まれるんだ、命狙われて落とされるんだ。こういう意味なんですよ。だからあれのでは神の御臨在の場所から絶対に離れちゃいけない。すなわちこの世を生きる間には人が信仰からイエス様から絶対離れたところに向かったら、もうそれ自体が何を意味する？死に滅びに敵の攻撃にさらされる身になる。離れること自体が大変危険ですよ。共にいること自体が保護の中に安全に入ることであります。アーメンできないのか。アーメンできます。これが目に見えないから人々が信仰生活を拍車をかけなさいと言われたら、ああ嫌だとなる。でもこれは目に見えるんだったら、あんたはやめなさい、来るなと言われても、いいえ私はやります、頑張ります。なんで？見える命から脱落するのは自分だからよ。やんないと。見えないから感覚は客になって、見えないからちゃんと頑張って命の中に入れと言われた、いやです。命の中に、神の力と保護の中に、助けの中に、祝福の中に入れと言われたら、牧師が冷たい。何？命を進めるのが冷たいって。白土だって厳しいって。これがどうぞ思い存分命を祝福を受け取りなさいって言えば、いやだ、なんでこの牧師はこんな厳しいの。こういう姿を考えてみてはよ。これは例えじゃない、実にその通りなの。実にその通り。ハレルヤ。
あれのはこういう敵が染色してる場所なの。そして昼は暑くてたまらないし、夜は寒くてたまらない。昼神の雲の柱がないと、太陽の炸裂する光からその暑さに耐えられるのはもう大変なことになる。はあ、死にそうに暑、暑くて死にそう、もうたまらない。水を一滴の恵みが欲しい。ルカの16の23、4節を見ると、この世で金持ちであって豊かで贅沢な遊び暮らすしなやかな服を着て遊び暮らす贅沢な暮らしをしていた金持ちが、金ばかり頼っていた、この世ばかり求めていた金持ちが、いざ死んだら、死んだから体を離れてからいたところが黄泉だ。体を離れたら黄泉だ。その黄泉は燃え盛る炎の中だと。そしてそこには水一滴も存在しないから、水一滴の恵みを凍っていても、それに応えてくれるいかなる存在もいない。水一滴、この水一滴が皆さん慰めになるの？熱くてたまらないのに一滴水が慰めになるの？この一滴の水すらありがたいぐらい、水一滴でもいいから私の下に垂らしてくれないかと叫んでるところなの。行く準備はできてますか？信仰いい加減にすればちゃんと行く準備できるの？こういうところ信仰優先しなければ自然体で行くの？水一滴もないところ、そこで自分の霊が上乾いて激しいしながら泣きわめきながら、あちゅ、本当のようだな、あちゅ、これだけか、ご飯粒一つもないところだから永遠に腹ペコ、永遠に断食だよ。今断食が嫌いな人、うまくできない人は救われずに読みに下ったら自然と断食ができる。それも永遠によ、永遠にできる。お米一粒も口にすることは、入れることはできない場所にもう入ってるから、そういった歯ぎしりをしながら叫び出すところに向かって今一生懸命走っていくクリスチャンたち、今言いますが、この世にたくさんいます、たくさん。これが目に見えますか？これが目に見えますか？この叫び声が皆さんの耳に聞けるのか、自分の霊がどれぐらい今叫んでるか見えるのかという話。自分の霊が水一滴でも欲しい、神の命の水叫んでるクリスチャンたちいっぱいいるし、神の御言葉一滴でも一粒でもいいから飢えてるから腹ペコだから食べさせてと叫んでる自分の霊魂の姿見てないクリスチャンたちいっぱいいるの。使徒行伝6章16章の9節を見ると、パウロがアジア宣教したいと思ってたのを主の霊が止められて、じゃあどこへ行くんですかと祈ってたら幻が見えてきた。幻の中に一人のマケドニア人が現れて叫んでいましたよ。幻の中にマケドナ人の肉体で会うて霊が現れて、渡ってきて私たちを助けてくださいと、渡ってきて私たちを助けてくださいと。何を助ける？パウロに、パウロが伝えるイエスを聞かせてくれ、パウロが伝えるイエスの福音を語ってくれ、こういう意味なの。これが渡ってきて我々を助けてって叫んでる、その助け、マケドニア人たちの霊魂が叫んでるの。水一滴も
お米一粒も霊的にいただいてないから、早くパウロよ渡ってきてマキドニアに、私たちの霊魂にイエスの皆とその言葉を、命の水と命のパンを与えてくださいという意味なのだ、この叫びは。彼らの肉体はマケドニアで飲み食いしていました。普通の営みをしていましたよ。しかし霊は上が乾いてるの。霊は、彼らの霊は荒れ野に入ってる状態なの。読みに下ってる状態なの。皆さん、水一滴もないところ、蛇とサソリがいるところ、皆さんポチョンとそういうところに置き去りにされて、四方八方見渡しても助けるものが助かるものが何も見えないところに落とされたら、皆さん叫ばずにいられますでしょうか。叫ばずにいられるんでしょうか。なんで主に向かって絶えず祈りなさいと、いくら説教しても一日1時間も祈らないクリスチャンたち、2時間も3時間も祈れてたら、まるで過酷な労働を課せられたかのような顔をして、まず牧師の信仰を疑う人々、自分の霊が今どこで叫んでるか気づいてないから、本当に自分の霊が黄泉に下ってる状態、荒野にポツンと落とされた状態であることが自分の目にも見えるんだったら、黙れ、うるさいと言われても叫び出すはずなの。おい、誰かいないの、誰か助けてと、助けてが見えるまで叫び続けるの。もう脱力状態になって倒れ込む時まで叫び続けるはずなの。誰かいませんかと。なのにこれが見えないからという理由で、全然求めなさい、祈れと言われたら、一番祈れと言わないでね、あ、お金欲しい、うん、どうぞ持ってきなさい、祈れと言わないで、あり合わせの金を渡せば一番喜ぶの、人間は愛があるとか、祈って神と共に命を得なさいと言われた、嫌がりながらも、そう、クリスチャンたちはまず霊的になる、霊的に、霊的になるべきですよ。肉の世界を得るためなら肉の世界走っていて頑張ればいいの。我々がイエス様を信じるのは、あれので、人間の力で生きることができない、あれので、神によって生きるのを学ぶのが、ほで神がおられることを確認するのが、でその神に立ち返るのが信仰生活する目的なの。あれの肉、すなわちこの世を生まれた目的なの。ハレルヤ、アーメンです。あれのにマンション建てるとか、あれのの荒れ地に金払って投資して土地を買っておくとか、こんな真似はよくしながらも、あれので命の水を求めるのは鈍感なの。信仰生活を霊的なものだという認識がないから、認識が。信仰生活はまず霊的になるべきだ。それで神的に神のレベルまで行くべきだ。これが前提とされない信仰は、あれのでさまよい続けながら、困ったことだけ解決するために叫ぶ人間たちの上乾いた霊の状態が続くだけなの。ハレルヤ、アーメン。あれのは攻撃する蛇とサソリがあって、ま、それから何があります。それから食べ物、飲み物はないから、神が天から食べ物を降らすの。ついてくる岩がよ、岩が、ついてくる岩から水が吐き出るの、湧き出る。200-300万人が飲むことができる、洗うことができる岩の水。これはイスラエル民族が移動するときだめに、こんなのは比べてか、岩がついてこの岩が、岩、足もないのに、エンジンもかけてないのに、不思議じゃないの。神、人間はこの岩を転がすこともできない。そこから水を出すこともできない。
岩から水が出るとか、食べ物が食料が天から降ってくるとか、雨じゃないやつが、雲の柱、火の柱が移動しながら彼らを守り、彼らを導く。これは創造主の神という方の力が働かない限りはありえない現象が伴っていたの。またあれのは神に求めれば神に出会える場所なの。で神と共に生きられる場所なの。で神と共に生きるもう一つの人生を見つけ出す場所があれのなの。だから新明記8章の 2,3 節では、神が40年間イスラエル民族を荒れ野を歩き回されたのは、人がパンによって生きる存在じゃなくて、人は神の口から出る言葉によって、神によって、神と共に生きるべき神の子になるべき存在であると教育訓練させるためにわざと荒れ野に導き入れたとあります。アメン。自然とイスラエル民族は荒れ野で、今日聖書本文を読んだら、ある時は神が夜から朝まで火の柱が幕屋の上にとどまる。と夜から朝まで出て起きると、この火の柱がまだ雲の柱と変わって幕屋を離れるの。そうすると夜から朝出て起きて、2、300万人が天幕を張っていた天幕をまだ畳むの。それから2、300万人が雲の柱についていくの。ある時は1日泊まって、ある日は2日泊まって、ある日は夜から昼間、朝まで泊まって、ある日は1週間、ある時は1ヶ月、ある時は2年1年2年、しかしまだ泊まっていて、動いたら雲の泊まりと動きによってイスラエル民族は共に動いた。なんで1日でもずれたら大変であることはもう見てわかる場所だから。雲の柱、火の柱がなく、降ってくるマナが、ついてくる岩の水がなければ、ただ一日も自分たちの力では耐えられない場所が荒れ野だから、荒れ野に入った。荒れ野に入って神のこの働きを接すると、神から一日も離れてはならないことがよく勉強が、もう体で勉強ができる場所なの。ハレルヤ。彼らは当然ついてこない人がいなかった。40年間は雲の柱、火の柱についてこなくて、別に旅に出る人はもうそういう過程がなかったの。全員こぞって雲の柱、火の柱に通した、従い続け。でモーセを通して命じられる神の言いつけ、ちょどめもそのまま守ったと。なんで守らないと、ついていかないと、自分たちは脱落者になればあれので、もう運命どうなるかもう見てわかる話だから、ね、信仰生活をこのようにすべきだということ。ただ一日が大変なの。その神の柱が、雲の柱が、火の柱が離れ去ったのについていかないで、勝手に旅立つか、勝手にどっかに留まっていると、一日二日目に何が起きるか全く分かんない、そういう環境だからついていくのが当然なの。神の言葉に従って生きるのが当然なの。それが嫌なこと、苦しいことじゃなくて、それよりもっと素晴らしい命を守られる道、自分の本当の自分がどうやって維持できるか、もう説教がなくても分かるところなの。これはアレノなんです。だからこのアレノは今の時代を生きる信仰生活すべき人たちの日々日々の信仰がどうであるべきかを象徴的にサンプルとして示して、目に見える形で、目に見える形で示された神の子育ての教育政策なのに、牧師たちはこの通りに生きるように説教すれば、融通が利かない頭の固い牧師だと誤解されるだけなの。神学生たちまで、進化されて、まあ、先生ちょっとゆっくりとか優しいことが、そういう顔だけじゃ、そういう言葉まで口にするとかいるくらいだからよ。うちは別だ。ハレルヤ。皆さん、あなたはゆっくりやりなさいって言われるのは、これが差別なの。逆に差別
これが過酷な扱い、人間扱い、非神の子供扱いされない場合に、あんたはいい、あんなこともいい、やんなくていいわ、いいことだって、あんたは対象外、あなたはもうという意味なの。この命の道、祝福の道から離れてもいいと、見捨てることだの。見捨てること、なんでこれが理解できないの。1年以上教会通ってもなんでこういうのが理解できないのか。理解できないのが俺は理解できないの。理解できない心が俺は全く理解できないよ。当然こっそり全部自分のためなのに、通してサソリのいるところに、蛇のいるところに、主の霊に導かれて一人で勝手に旅立ったとする。雲の柱、火の柱の矛が全くないところに、なんで一人で勝手に旅立つのが自由だと思うのか。ん？パプテスマを受けた人々、パプテスマを受けてからも、今三部の人以外、三部の人を一人二人、こうパプテスマを受けたその次の週から休んでる。これは意味がないの。信仰が問題。信仰が。皆さん、これはなんと深刻な話なの。なんと。神によって生きることは、一日にも、ただの一日も本当は、いや、パンから朝までも連れがあっちゃいけないの。寝て起きたら運命が変わってる人がいるじゃん。阪神大震災の時に、大阪、神戸大震災の時に、寝て起きたら6200名が亡くなったの。パンから朝まで、それぐらいは牧師よ、ひどいよ。何？6200名が晩から朝まで亡くなったのに、注意しないといけないと言ってるのがひどいの。俺でも皆さん、光が我々と共にパプテスマの場所に現れた、共にされた、もちろん嬉しいことなの。もちろん嬉しいことだけど、ならばあとは通すべきだ。信仰を固めるべきなの。ほら、主が本当は常にこういうふうにされてるのに、自分はどこであるので、主の御臨在と働きを離れてどこで何をして旅立ていたのか、自分の霊がマケドニア人の霊のように水一滴を、神の言葉一粒を求めて叫んでるのに、自分は世にあるものばかり求めて勝手に一人旅に出たとすれば、自分で自分の霊を過酷に残虐に虐待したことになる。松永さんの40年の信仰生活、教会で座ってるのは虐待されるような気持ちだと言われた時にショックを受けたんだけど、実にその通りなの。なんでよ、教会通ったりに、ハレルヤ、こっち見て、なにサソリがいるの、そこに。サソリがいるの、そこに。おい、こっち見て、こっちに、ほっといて。こうだからダメなんだよ、こうだから。いつ霊的になるの。何が大事なのか分かんないから。大事な時に神経を散らしてしまう。悔い改めなさい。教会通っても自分の霊に命の水を、命のパンを与えてもらわないと俺は虐待される。彼が言った言葉は霊的な言葉なの。人が神の人としてどうしていければ必ず命に至るのか、勝利するのかを言わないで、ここにある地名、人名、風習、こんな勉強ばかりさせられたらこれ虐待なの。霊的に荒れ野にいる人に水一滴も与えない虐待。荒れ野で飢え死にしそうにしているのに、パン切れ一つも、パン切れ一つも渡さない虐待。
教会来たならば、パプテスマ受けたならば、神のイエスを信じて神の子になると思ったならばよ、自分の霊の叫びをまず聞き分けれる水準になるべきなの。霊は飢え死にしそうになってるのに他のことばっかりやってるの。他のことばっかりやってる。世にあるものを優先的に求める信仰はまたあるとすれば、分かりよくて危険です。深刻ですよ。自分の霊の状態が深刻なの。昨日私が電話で一つの証しを聞いたの。感動があって今日皆さんに証しをしますが、昨日地方のママミランシたちがこういう証しをしました。自分が日本に来て留学に来まして、うん、若い女性が留学に来る、寂しくて孤独で大変つらいことが多いでしょう。頼り身もなければ、うん、いろいろ大変だった、苦しかった。それで国へ帰ろうかと思ったら、国へ帰ったって仕方ない、大したことない。せっかく日本に留学に来たのに苦しい日々が続いてるから、ああもう生きる希望がなくなる、こんな人生生きたってしょうがないじゃないかと思って死ぬ、自殺する決心をしてる。あの可愛い女性がよ、自殺すると思う時にはもう散々、うん、この世で疲れてもう希望ゼロを経験したから自殺したと思って薬をたくさん買い集めて、薬を一握り口に入れたり、普段に口に入れて全部飲んだった。こんな大量の薬を全部飲んだった。そしたら一瞬目の前がピカピカ、なんか光が見えてきて、その次の瞬間体が苦しくなるのかと思ったらもう気絶して意識を失ってしまった。意識を失ってしまった。これで死んでいくんだと思った時にイエス様の顔が見えてきたの。イエス様の顔が見えてきた次の瞬間、体に異変が起きたの。体中の穴という穴からは全部吐き出してしまったの。上から下からも全部吐き出してしまって、体内にあるものを全部も吐き出してしまって、胃袋の中がもう空っぽになると全部自然とよ吐き出してしまって、もう脱力状態になるほど全部吐いてしまったの。全部上下から、それからまだ気絶したの。何？誰もいない、助ける人もいないところで自殺を図って、もう肉体的な俺死んでいく寸前にイエス様が彼女に訪れて、イエス様が手を触れたら、彼女が全部中にあるものを全部吐き出したら、きれいに洗浄したことになる、体が薬は全部足されたことになるから病院行かなくても助かったそうですよ。それから彼女が決心したのは、ああそうだな、この世で何をやっても満たされない、何をやってもこの世では人生の上渇きを癒してもらえない、イエス様しかないんだなということを悟って、イエス様に信仰生活に集中するようになったの。集中するようになったら、彼女は今の旦那の主人の分子たちをもう顔を見るだけでももうワク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 するって、顔を見るだけでもワクワクするハンサムな旦那を主が備えてくださったし、結婚して3年経っても子供が生まれない、しかしナヤン牧師に勧められて祈りながら教会来る時ために牧師の安心を受けなさいと勧められた通りにしたら、3年間病院に通っても生まれなかった子供が祈って安心を受けるようになったら、天から子供が授けられてよ、妊娠して、はあ、今はね本当に韓国で目ん玉に入れても痛くないほどの可愛らしい
地表が与えられた。おお、ハレルヤ、分かってるってよ。もう幸せに飢え渇いた彼女が、もう死んだ方がマシだと思ってた彼女が、旦那に子供に恵まれて、教会に恵まれて、幸せいっぱい、みちみちの生活をしてながら、いつ見ても顔をニコ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 してる。ハレルヤ。いえ、自殺したいと希望ゼロだった彼女が、イエス様に集中したらよ、こういう別の、イエス様によって生きる別の道が、豊かな道が開かれたってこと。昨日言ってましたよ。ちょうど今日の説教と関連づけたらぴったりじゃないか。ぴったりじゃないか。ハレルヤ。アーメン。何、イエス様信じて、イエス様に集中して、イエス様に勝負かけてよかったのは誰だ、今。ご本人でしょ。ちゃんと、祈りなさい、安息けなさい、教会に来なさい、奉仕しなさいって言われるときは、それは嫌だと逃げていたならば仕方ない。でも、その時心開いてしたかったら、今良くなったのは土地だよ。今結婚して何年も経ってるのに、まだ旦那の顔見るだけでも、ワクワクするだよ、ワクワク。こんな最愛の家族が、どこから来たの？最愛の旦那が、最愛の子供がどこから来たの？天からマナのに降ってきたの？あの岩から出てきたの？癒しの力がや。ハレルヤ。アーメン。これがあるのになぜ求めないのか。しっかりちゃんと求めなさいって言われたら、なんで顔色血相変えて顔しかめるの？なんで嫌だと。こんな祝福が嫌なの？あんた死んでも永遠に生きる体が嫌なのかって。なんで嫌なの？それが見えないからまず嫌だと断るの。後から自分のものになるのを全部自分で蹴っ飛ばすの。自分の欲しいことで全部蹴っ飛ばした後、なんで俺の人生パッとしないの？なんで教会入ってもパッとしないの？なんで後から恨むの？なんで教会を恨むの？やれと言ったら逃げながら、なんで恨む？なんで。ハレルヤ。今日家に帰ったら、このように汗、鏡見ながら、口をパーッ開けて、アーメンがよくできるように。アーメン。冗談だよ、これは。今日から真面目になると決心して、今日から牧師が何言うてもアーメンと決心したから、今日家に帰ったら口を引き裂くためなんだよ、それ。意味は分かったの？せっかく今日から真面目になろうとしたら、牧師が口を引き裂きなさいと言ったから、その通りにしますと。昨日まではいくらやっても言っても聞かなかったけど、今日はちゃんとした顔を決心したから、もう口を引き裂いて、明日包帯巻いてくるの。ハレルヤ。皆さん、うちの聖秘を連れて、孫の、聖秘がまたこれ小さい時に、どっかの金坂、松坂屋かどっかにいたことある。でね、サモニーとトト、ちょっと隠れんぼしようと思って、ちょっと隠れようとして、壁の裏にこう隠れていたら、聖秘がすごい落ち着いてるね、冷静だよ。あっちこっち、いないことに引き出して、あっちこっち見渡して、いくら探しても、私がないから、私たちがいないのが確認できたと思う瞬間に、彼ががっかりする顔、絶望する顔を一瞬見たら、心が溶けたの。いや、自分一人ぼっちにされたと思う時の彼の表情、わあ、すごい冷静だったんだけども、それでも絶望、どうしようというあの顔。人々はいっぱいいたし、この何これ、おじさんと、おじさんとおばさんがいないだけなのに、彼がかっかりするあの顔。おじさん、おばさんがいなくても他の人でもいるのに、助けを求めたら助けてくれる他の人でいっぱいいるのに、この二人がいないだけでもかっかりするあの顔。霊的に、皆さんと私はもし、おじ、おばじゃなくて、誰もいないあれのに、ぷつんと一人落とされたら、助け手がどこにもない、岩の水もなくて何もないところで落とされた自分の姿に気がつく。
着いた時になんと絶望するでしょうか。挫折落胆じゃないの。そこに天からマナが降ってきたり、岩から水が吹き出たり、雲の柱が寄ってきて守っておられたり、導いておられる火の柱が、こういう働きが伴うんだったら、なんと希望が湧いてくるんですか。なんでこういう神の約束を拒むのか、拒むのか、嫌がるのか、こういう助け手をなんで拒絶するの。喜んで呼び求めるき、いや喜んで受け付けるべきなのに。信仰生活の矛盾を今見出さないと、改善していかないと、本当に深刻に危険になるのは自分なの。自分の。アーメンできます。アーメン。アーメンできますか。アーメン。頑張りましょう。一日が惜しいの。一日じゃなくて、晩から朝まで何が起きるかわからないの。アーメン。これぐらいはめっちゃぶってくれと言わないでよ。で、めっちゃぶってあげれば損するのはこちらへ、そっちなんです。ハレルヤ。今はキルガル時代にももはや入ってますよ。みるみるうちに流れが変わります。みるみるうちに流れが変わるから、目ん玉飛び出るとちゃんとパッチリ目を開けて、心をパッと開いてよ。信仰によって生きるのに全てを集中すると、天からの保護が、天からの約束が、豊かな恵みが、愛が、力が皆さんの人生に満たされたら、良くなるのはあの家族のように、皆さんが良くなる。アーメンできた。だから本当に頑張りましょう。今まではもうともかもいいよ、過ぎたことだから悔い改めて、これからは1日 2,3 時間祈りながら、一般信者でも中1回以上は断食もしながら、霊的に自分を磨いていくべきですよ。聖書を読みながら、聖書は中毒しながら、説教などで聞いた言葉をそのまま適用して、その通りに生きる、頑張って、そういう努力を本当に必死になって重ねていくときに見えてくるの。そして満たされてくるの。そしてああ本当だと、生きる希望を見出し、証しはできるようになり、人に勧めることも、もう勧めたくてたまらなくなる。ハレルヤ。そうしたいと思った日だけアーメンとおっしゃる様に思いっきり起きてイエスを呼んで祈ります。イエスよ。